どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回なんですけど、エンデバーが弱体化されたというわけでね、使っていきたいと思います。いやマジでね、超弱体化されたし、マジガンマダメージが半分だったらしい。一つ目ね、やばくない？ガンマダメージ半分。前までレベルマックスまで上げれば240とか300近く出たのかな、まあ、300は出てないかもしれないんだけど、まあ、そんぐらい出てたんだけど、今ねマックス150ダメぐらいになったらしくて、とんでもないですね。ただなんか回避、敵がもしこのエンデバーのガンマチに回避使ったらなんか多段ヒットするらしい。ようわからんしよう。マジで謎仕様なんだけど、まあ、とりあえずちょっと使っていきたいと思います。でアルファダメージも弱体化されて、アルファダメージは3分の2ぐらいになったのかな、多分ね。かなりね、アルファ昔レベル9だとね300ぐらいダメージ出たんだけど、それが弱体化されて今はいくつ出るんだっけな、200出るか出ないかぐらいって感じだった気がする。あ、いるね敵、ちょうどふわっ、あ、いますね、いますね、どこに、正面にいます。これ今レベル8でこの威力ですね。どうなのかこれは果たして。あ、倒しました、2回。オッケー、これカッキーでしましょう。起こされた、マジか。剣道ちょ、瀕死だけど、ここでガンマを使う。オッケー、破壊していく、ナイスですね。いて、アルファで焼きましょう。オッケー、焼けてるよ焼けてるよ、いいよいいよいいよ、焼けてる焼けてるよ、オッケー、いいねー。まあ、ダメージはまあ変わったけど、まあでも言うて強いっちゃ強いかもしんないな。なんかまあガンマの範囲がすごいから、敵をダウンさせることに関してはかなりいいかもしんない。あ、ちなみにこれね、ちょっとランクで検証してます今。ランク検証してます。どうなるのか。僕新マップの方のエンデバーが強いと思ってるんで、まあ旧マップの方はね意外と倒されるんだよね。新マップの方強いと思ってる。コローン、はい、範囲がバカげてますよ相変わらず。そこは変わってないからな。敵にもエンデバーいるかな。いるね、エンデバー、いますね、エンデバーが。恐ろしいですね。あ、デクいるね、目の前。このデク倒せんじゃねえ、ワンちゃん。でアルファダメ下がってるけど、下がってるけど、下がってるけど、これ逃がしたくないな、デク。やばい、エンデバー来る。これ一旦隠れてガンマ、ここガンマ刺さるんじゃない。あ、どっかトガちゃん撃ってきてんな、怖いな。痛いですね、トカちゃん撃ってくんの。で回復入れて、後ろは大丈夫そうかな。全体回復入れてるよ、全体回復入れてるよ今。オッケー、全体入れた、全体完了。味方の方寄っていこうか、ジャンプして。ここガンマ、デク瀕死だな、かなりデクがマジで瀕死だ。あのデク倒せればでかいけど、エンデバーいるね敵。これかなり厄介だな。また全体入れよう、もう一回全体入れる。敵も全体結構持ってそうではあるよな。あのエンデバー多分追い詰めていくから、逆にね、あのエンデバー倒しにいっちゃう。逆に倒すこのエンデバーを。デクも来たな。いや今デクのダメージは結構厄介だぞこれは。やばい、死ぬ。エンデバーはね隙がでかいからマジで死にやすいんですよね。ちょっとこれ適当に打とっか、一回当たってね、かなり当たってね。オッケー、これが強いよなマジで、これがマジ強い。1人倒したか、まだ生きてんのトカちゃんは。いや惜しい、いや倒しきる能力がちょっと低くなったね若干、それがしんどいな。まあでもダメージディーラーとしては結構優秀かもな、未だにそこは優秀な部類だな。やっぱ右側向こういるね。ちょっとケアパケ取らに飛ぶの、これケアパケ。ついでにアルファも上げれればいいね。アルファもやっぱレベル4だと若干火力不足って感じがするな。やっぱクールタイムも必要だし、4発しかないからそこがしんどいところだよね。まあ割かしアルファベータ上げが強いのかもな。でもガンマもね発動速度速くて結構個性としては優秀なんですよね。まあさすがにあの範囲で前のこうアップデの強さはちょっと強すぎたからね。これねマジでね、このマップのエンデバーはほんとガンマがマジで強いんだけど、ダメージが下がったことによってどのぐらい影響してるのかちょっと気になりますよね。でしかもランクマッチでやってるから結構ね色々と分かるんじゃないかな。3人いるのかな、でそうか、いや当たんねえか。オーバーホール2枚見えんだけど、なんだあのオーバーホール軍団。あ、じゃあオーバーホールってさ、バックオーバーホール削った、オーバーホール厄介だから先に始末しちゃいたいね。あ、アルファでもダメージ出るじゃん結構、言うて出るなダメージ。オッケー、オーバーホールしっかり倒してきて、オッケー、バックゴーも結構削った、
なんか厄介さあんま変わってない気もするけど、おお、右をめっちゃ削った、でかい。で、オーバーオール削って右寄ってんね。オッケー、右に大ダメージ倒していく、いいね。もう全然エンデマー強いけどな、弱体化しすぎかって思ったけどそうでもないぞ、意外といいぞ。まだあとどこに いるな、どこか、ともき息子がいますね。息子ちょっと削ってガンマ特殊アクション使ってからジャンプしながら、どこ行った、いるね。さあ息子削ってるよ、息子削ってるよ、いいよ、息子かなり削る。このベータは当たらないけど、ちょっと見えなくなったな息子の位置。あー、ここら辺か、さすがに当たんないから逃げ切られたかな。ちょっと回復しとこが一応大変ね、ちょい削りされてるからね。いや全然いいけどな、うん、全然いいけどな。ナイスカップ、ピンの方に敵がいるっぽいね、ちょっと寄っていこうか。さあ少しずつ、あんま体出しすぎないようにいきたいところではあるが、怖いなあ。そん中いるな、中にやってんな、ワンパ、いやワンパってか相沢先生だけは見えたんだけど、それ以外ちょっと分かんない。ソロか、相沢先生ソロっぽいな、プレスーター持ってんのか。ちょっと距離離しておこうか一応ね、来られたら悪いから。オッケー、ダメージはそこそこ与えてるぞ。オッケー、ダメージさせていく、ナイス、いいね。それガンマで角入れる、このね角入れの速度はまあ遅くなったけど角入れは楽だね。やっぱめちゃくちゃカード持ってんね、やばすぎ。一旦回復優先して、どこいるんだ今、上登られた感じか、特殊アクションで上登る、こいつか、こいつっぽいな、あ違うな、あいつか。オッケー、ガンマしっかり当てていく、いいね。さあ上ポジに敵行ったけどちょっと見失っちゃったね、アスジェマトになるだけワンちゃん。あそこいるっぽいな、あいるね。おい、まあ、これは強いな、これは強いままなんだよね結局。で最後の1枚味方がしっかり仕留め切ってくれて、ジジイナイス、え強くね、普通に普通に強いけどな、ガンマ砲。まあでも本来この倍のダメージ以上は出てたはずなんだよね多分ね本来これの倍ぐらいのダメージは出てもおかしくなかったって話だもんね。では2戦目いきましょう、ガンマ砲もう一回強化していこうか、いやちょっとアルファ強化してみようか2戦目は。まあ実際どっちの方が強いんだろうね、やっぱガンマよりもアルファの方がね、まあ有用個性というか、まあ対面した時はアルファの方がダメージも出るしね、敵いるっぽいね。一旦回復しよっか、あ水辺の方にできるのね。パイナップル落ちてる、あとシガロキ放置してる、放置はしてないか、ちょあれやりぶつさせねえか、無理か、ついじゃいけじゃない、いけそうなの、当たんな、当たんな、オッケー、なんだなんだなんだ、なんか味方にどうだ、ついじゃこっち来た、ラッキー、しかもアルファ2個使ったね、これはもう多分借り切れるよついじゃ、オッケー、ついじゃ借り切って、なんかヤンゴいるな、やばいやばい、これ誰、これ誰、さあこれしっかり当てて、ここはガンマ、オッケー、いてててててやめろ、突っ込んでくんな、おい帰れ帰れ。さあこの距離だったらエンデバーが強い、さすがにオッケー、でもう一回、おお回避してきた、でももうブースト回復してるからねこっちはね、近づいてガンマ、あら当たんね、短いから当たんねまあでもこのガンマの発動の速さはやっぱ強いね普通に。あとヤオモミ一体なんだけど逃げ切られるな、めちゃくちゃ、おさすがに止めてきた、でも倒しきれるね、オッケーナイス、さあ角入れていこう、やっぱ前よりも倒すのぐだりやすくはなったねちょっとね。で今の感触なんだけど正直アルファ強化した方が戦闘面では楽な気がする、アルファベータ強化の方が戦闘面圧倒的楽だね。まあただ前よりの前のエンデバーよりもただの劣化エンデバーになっちゃうから、あの前シーズンシーズン5のね、シーズン5のアルファあの威力高かったからね、劣化エンデバーになっちゃうからそこどうなのかなっていうのはちょっとあるよね。うん、まあただ理不尽になんかすごいね、エンデバーに関してはスイッチとか PS4 勢からすごいなんかコメント寄せられてて、なんかエンデバー強すぎる、誰も対面マジで勝てないみたいな感じのこと言われてたから、うん、やっぱこの弱体化っていうのは嬉しいものなのかもしれないね。ただ一方なんかすごいやりすぎっていう意見もあるんだけど、まあ僕はまあ正直何でもいいかなって感じです適当かいみたいな、いる来た、さあこのアルファダメージ効果当たってるよ、やっぱアルファダメージ高いな、すごい
かなり減ったよ。オッケー、倒し切ってくれる。角入れでガンマ、壁越しとかでガンマ使っていくのはありだね、今後。それはすごい選択肢としてありな気がするな。さあ、アルファレベル9になりました。さっきはね、9になってなかったのね。一旦シールド飲んで、やっぱ赤髪な。ちょ、赤、これマジか。赤髪はマジでやばいからな。一旦シールド飲み切っちゃっての、赤髪向こう側行ったよね。周りも大丈夫そうだね、一応ね。赤髪側行くか。あ、いるな、敵。さあ、アルファもこっちムキムキだよ、ムキムキアルファ。あ、お茶子も来てんな。お茶子だいぶ削った。まあでもこれで200出るんだもんな、かなり強いな正直。ダメ削って、これはミリオイラ危ない。今ミリオ削ることはできてない。これデクとお茶子ここいるからガンマ入れて。いや、相沢先生も来たな。ミリオ瀕死かなり。これチャンスだな。オッケー、倒しきる。相沢先生も後ろにね、いるね。相沢先生割った、ベータ置いとく。ダビには当たらない。一旦引いて回り込んでのこのガンマは刺さりそう。さあ、このガンマは刺さる。ちょっとダメージ入ったね。オッケー、まあ、これでいいのよ。ほっ、槍は当たらんけど味方がしっかりカバーしてくれる。オッケー、勝手でしょうか。ここで上ポット行こう。あー、いるね、オーバーホール。さあ、オーバーホール上から打ち下ろしていく。アルファで、まあアルファ210入るね、最大ダメージ結構入ったね。さあ、オーバーホール角入れて、さあこれフィニッシュ、槍でフィニッシュしようか。ガンマ、オッケー。あ、やばい、赤髪来たね。ちょ、赤髪には近づきたくない、正直。ベータがね、ベータで抱きついてくるからね、気をつけながら。やばい、来る来てる、ちょい削り、かなり。あー、でもこれはブルースケールを使ってきたな、厄介だね。まあ、でもまだ炎になってないからガンマ使ってない時は大丈夫。ガンマ使われるとやばいんだけどね。んでもなんかあれだな、この火力のなんか低くなったエンデバーはちょっとすごい難しいな。アルファ4発で多分回避とかうまく使ってくるプレイヤーは溶かしきることもできないだろうし、なんかなんかいるぞ。すごい絶妙なキャラクターになったなってのあるね、正直。さあ、ガンマでしがらき削って、あのしがらき逃がしたくないね。あ、ちょ、逃がしちゃうかもしれない。どこ行った、右もいるな、なんか。あぶね、よけて、オーバーホール倒してみたい。やべ、ガンマか、ガンマレベル低いか高いか、ちょっとわかんねえな。ちょ、とりあえず食らわないようにして。なんかいるな、デクが真上に、多分真上にデクいるから、デクに気をつけつつオーバーホールにアルファを当てに行こう。オーバーホールかなり削った。一旦全体よっか、全体シールド入れて、このタイミングでコンプレス、しがらきと、あとなんかいた、デク来てんね。こういう時にガンマ、オッケー。70ダメージ低すぎだろ。でもアルファはダメージ高いからね、しっかり当てていきましょう。アルファしっかり当てて倒しきる。オッケー、一回プカプカ浮きながらデクを確保していきましょう。あ、こ攻め、あ、コンプレス来てる。コンプレス対してもアルファで応戦。これ無理だったらガンマ。オッケー、これでデクは出しちゃいましたね。さあ、核入れて、コンプレスまた上上がってくるかな、ワンちゃん。右を行くね。これは多分ベータ使ってくるよね。アルファで回復、フルスルト使ってきたね。コンプレスまた来たね。こいつガンマ荷上げしてんな。あ、じゃあ、オッケー。これは、足んないかな。まあ、しょうがないな。一回上取ってコンプレス回復中かもな、ワンちゃん。ベータ？オッケー、ベータは火力高いままだね。まあ、一番当てづらいベータが火力高いままだから。まあ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 、まあ、いい感じ。なんか当てやすさ的にはダメ、当てやすさとなんかダメージがイコールになった感じがするな。なんか右上来たか。怖っ。危な。なんか起こしてんね、向こうで。いて。ちょっとあそこ横、あ、やばい、メモリーだ、危ねえ。ミリオが厄介だな、先に始末しちゃいたい、正直。避けて、アルファ、オッケー、削ってく、近づいてガンマ。あー、ちょい削りだな、これも。まあ、しょうがない。じゃあ、別のやつ倒しきっちゃうか。ベータ、オッケー、直撃、
あとはしがらきとオーバーホールじゃない。オーバーホールに結構ダメージ与えていく。一回上浮くか。上浮いて、上浮いたけど見なかった。これやばい。オーバーホール先に削らないと。右用もだるいな。オーバーホール自分で回復したから俺もうこれ沼るんだよな。ちょっと一旦回復すか。僕もみんなセーフエリアに入っているよ。バレてませんように。あれ当たんね。ミスった。やべ当たんね。ミスった。そこにいるのに、そこにいるのにオーバーホールだ。オッケー倒しきるよオーバーホールは。じゃああとは焼いちゃいましょう。ガンマホー確認でそんな速くない。で空中一回浮きます。しがらきいるね真下に。この真下のしがらきはアルファで削っていく。あ全体回復いったな。クソ全体めっちゃ入れるなこいつら。ベータ OK 直撃。オッケー避けて、オッケーアルファで倒しきる。いや圧倒的に倒すの遅くなったなマジで。一旦プカプカ浮きながらもベータを周りに置いちゃってガンマ、まあ、このガンマは当たらない。でもガンマの旋回速度は速いね相変わらず。そろそろ切れると思うんだけどな。あ切れたね。いた。オッケー倒しきる。ナイス。オッケー。というわけで新環境のエンデバー使って遊んでいきました。なんかあれだね、やっぱ倒しきるのが遅いから苦しい部分はある。ただガンマ上げもアルファ上げも、まあアルファ上げの方がさすがに強いかなっていう印象はありますね。アルファレベル1の時マジで火力が低い、倒しきれる気がしないんで。てか大穴のベータ上げもちょっとありますよね。てかベータ上げ普通にありな気がしてきたな。というわけで新環境のエンデバー使っていきました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。